カール・エイドルフ・アガード、カール・アドルフ・アガードは、スウェーデンの植物学者である。ボーステッドの商人の息子に生まれた。1799年から、ルンド大学で科学と数学を学び、1805年に学位を得た。ルンド大学に残り、1807年から、数学、植物学、経済学の講師を務め、1812年に、植物学、 経済学の教授となった。1813年からストックホルム大学で植物研究を始め、同僚のオロフ・ペータ・シュバルツの勧めで特にインカ植物の研究を行った。1816年に教職のままルンドの聖ペテロ修道院教会の司祭に任じられた。1819年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。 1831年には、スウェーデンアカデミーの就寝会員となった。1834年にカールスタードの司教に、任じられた。植物学の分野では、草類の分類に関して、業績を上げた。経済学の著作もあり、スウェーデンの学校制度の改革に貢献した。息子のヤコブ・ゲオルグラガードも植物学者となり、孫のグスタフ・フローディングは、スウェーデンの重要な詩人である。 シー・ C. アガードは植物の学名で命名者を示す場合にカール・アドルフ・アガードを示すのに使われる。ありがとうございます。